あの芸大からいきましょうか。あのー、ね、ちょっと一番入り口としていいかなと思うので、芸大の展示からいきますね。えっ、ー、と、じゃあですね、一番初めは、えー、2ついきます。えっ、ー、と、卒業終了系の、えー、展覧会っていうか、まあな、なんていうんですか、はまあ、卒業終了点ですね、えー、系のものでいきますね。えっ、ー、と、まずはですね、メディア映像いきましょうか。 えーとメディア映像っていって横浜にあるんですねでこれは収、えー、士課程だけの展示になりますああごめんえっ、ー、とね学部もね一部えっ、ー、とね展示してる人がいるんですね失礼しましたえー、っとあれあこれカメラ消えちゃってるのちょっと待ってくださいねえー、っとごめんなさいちょっと設定がおかしくなっちゃったえー、っと あ、ごめんなさいね。ちょっと待って。あー、これだ。えー、っと。これで出てくるかあ、出てきた。よし。えー、っと、なんかちょっと俺が大きいかな、これ。うーん、う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 ん。これぐらいかなこ,こはい。ちょっと俺大きいかな、これ。俺はなんか大きいですね。ちょっと待ってくださいね。私の大きさちょっと変えますね。 あんまり俺ば僕ばっかり見てもしょうがないですからはい、ちょっとちっちゃくなりましたねこれではいでこれでいきましょうかねえー、っとねあこれねえー、っとねかさなんだっけ、かさじまさんだっけ <laughs> ひどいな俺名前名前も覚えれなくなっちゃってるんだけどあれ出なくなったなあ来た来たはい、えー、っとね これねすごい良くなってたねあの。笠島さんね、ずっとねおじいちゃんおば、おじいちゃんに興味があるみたいなことを言ってた人で、あのまあ、僕も一応ね、結構しょあの知ってるんですけど、前から知ってたんだけど、彼女は学部かなあえっ、ー、とね、彼女は卒業じゃないんです、とりあえず。もしかしたら1年生かもしれない。だから横浜って僕よ、よく分かってないんですけど、あの横浜のにキャンパスがあるんですよね、えっ、ー、と、芸大って。で、メディア映像。 研究家かなっていう修士課程と博士課程があってあのー、かなりあの何て言うかな僕の指令いっぱい言ってますけどあのり太郎とかね伏せり太郎とかえー、っとあと宍倉くんでしょ宍倉くんっていうのが言ってたりあと辰村辰村あいつなんだ圭一辰村くんっていうのとかまあなかなかね面白いメンツがね言ってるんですよ。 あ,のある時まありんたろが開拓者だと思うんだけど伏施り太郎が開拓者だと思うんだけどりんた太郎があのメディア映像終始ね優うが出身なんだゆうが出身の面白いやつっていうかちょっとエッジが立ってるやつらがあのメディア映像に行くっていう傾向があってえー、っとそのなんかでもなんか多分終始なんだろうな笠島さんだと思うんですけどでえー、っとねこれねこれおじいちゃんに、まあ、インタビューを取るっていうのでこれ 3DCG みたいな感じなんだけど かなり荒いなり 3DCG んだけどねでね仲介をやってたおじいちゃんなのねで、えー、とそこがねあのねもともとこの台湾、えー、出身の方でね台湾のねテロリストなんですよ簡単に言うとねだからこれ言うと良くないけどねでもまああのそうよであの爆弾作って送ってたとかねそういう話をこう見ながら要するに記憶をね 3D CG で言言ながら言うのでど,うなどういういうにしゃべってもらうかっていうとここに顔出てるでしょこれこれこれでこれがですねここのですねえー、っとまあカメラでこう我々の観賞者の顔を捉えてるわけねでそれの口を動かすんですよガッてああっつってで口動かしたら動かしたら喋ってくれるのだから自分が喋ってるみたいなか格好をしながらおじいちゃんが喋ってくれるっていう感じなのね,ねだからこうなんか追体験するっていうことなんだけどでもねあの追体験にはならないの 構造的には追体験になってるんだけど、実際には全然追体験になってなくてあの、ね、ただ単にね、これね、ものすごい口が疲れる、異様に口が疲れるんですよ。だから、あのカメラが認識するぐらい顔を動かさないきゃいけないから、ものすごいかやっこう、こうなるわけ。ちょ俺なんか、唇が痛かった、今。唇すぐ乾くんですよ、分厚いから。僕、あの真夏でもね、唇の、あのリップ塗ってるんですけど、ね、だから。あのね、で、 あのー、そういうことしなきゃいけないのはだからすごく暴力的なんで実は極めて暴力的な作品なんですよでそれがおじいちゃんのこの話にですね直結してるんですねで、えー、隠し部屋みたいなのがあってねこの中華屋あでなんかねオリジナルのえー、っとねかなり台湾の台湾料理って言ってもやっぱりあの何て言うかな本場台湾料理っていうかなではなくて中,国中華料理ねのこう、まあ、日本流にこうアレンジされたね ものののが主流だったところにかなりまああの中国台湾の味をかなり再現性の高いものとして出していたのでは、まあ、まあ流行るようになったみたいな話もあるんだけどその中でね隠し部屋みたいなところがあるんですよ。で隠し部屋みたいなところに赤軍が隠れてた。日本赤軍ですあのなんていうかな若い人が見てたらあれかもしれないけど日本赤軍ってあれですね。 あの浅間山荘事件とかっていうのをやったところですね、えー、それからの、まあえー、とハイジャックとかね、えー、したりとかもたくさんしているし、北朝鮮にもね、えー、逃げていったりとかっていうのもありましたよね、えーまあ、まあそういう,う超過激派の、いろいろ問題も起こしましたね、あのー、なんていうかな、まあ、あの時代七70年のね、を象徴する、70年のね学生運動を象徴する、68年からなって言った方がいいのかな、僕のイメージ七70年なんだけど、68年から以降のね。 えっと70年安保の時ですね、だからね、70年安保に向かっていくっていうかね、ね、まあ、学生運動、ちょっと70年安保といろいろ分けなきゃいけないかもしれない、まあ、難しいところなんだけど、えーっとえー、その,時のうんまの、あ、日本赤軍ですねでもう、もちろん彼ら、のすごい悪い,こと悪いことっていうか、もう人殺ししてますから、あのーね爆、爆破事件とかたくさん起こしてますからね、で逃げてる時にまに、あ、ここアジトとしてたみたいな話があったりとかするわけね。 まあ,まあそういう作品ですね。だこれね面白かったです。なかなか良かったですよ。あのこれやっぱり口を動かすっていう暴力性ですよね。そこが非常によかったんじゃないかなと思っております。はい。ね。まあこれちょっとね、だから CG 荒いでしょ。こういう感じになってるのね。うん。あ、これちょっとばやけちゃってるけどね。はい。えー、っとね。<laughs> まあ爆弾作ってたっていう話ね。 台湾を持ち込まれて軍用列車を爆破するのだとテ, <laughs> テロ活動に使っててやっぱテロ活動ってちゃんと言ってますねだからテロリストって言っちゃっていいですねはいまあまあそういうことをやってたで赤軍ね赤軍も隠れてたよっていうふうにねこういうふうにまあまあ,あのちゃんと出てきますよねはいまあまあこういう作品ですねえ風島さんなかなかねあの面白くなったなと思いましたねえっ、ー、とね風島久美子さんですねこれね名前がありますね、はい、久美子さんねバーチャルおじいちゃんやき 文でいいのかなあスベンって書いてあるねだからスベンって読むんだろうねこれあのたいあの中国語読みっていうかねでそういう読むたいですね、うん、これ面白かったですよくなってましたすごくよくなってました、はい、これシシクラ君ですけどシシクラ君この写真でいくかなはいちょっとこれ後で見た方がいいのかもしれないんだけど えっと、あとの方に写真でちょっと見ますね、ししくらくは。はい。えー、っとね、あと、ああ、まあ、いろいろありましたね。これも面白いかもしれないなと思いましたね。うつみく君っていうんですかね。えー、っと、タクさんっていうんですか。ああ、なんかまあ、なんていうかな。なんかキーホルダーでやるのキーホルダーでなんかやるみたいな感じの話でしんね。なんか うん、まあまあなんかキーホルダーっていうアイディアはなかなか面白いのかなと思ったけどまあ展示はもうちょいまいちかなって感じかなあこれはなんかね面白いんじゃないかなと思いましたよあのね椎名由香さんですかえっ、ー、とね実際に撮影された実際に撮影された映像なんですねでこれルイス・キャロルですね「不思議の国のアリス」あの文章をですね、えー、こう鏡面 水晶玉みたいなんでね、こうやってこう見ていくっていうことなのね。ただこれだけなんだけど、なんかね、あの惹かれるものがありましたね。こういうのはちょっとね、才能が必要なんですよね。これはちょっとね、アイデアとしては面白い気がした。なかなか。ただねあ、あのね、何個かのテキストをね、これでやってるんだよね。それね、つなげてやっぱり見なきゃいけない作品で、ちょっとね、バラバラしてるんですよ、展示場所が。 なのでちょっとねも,あのもしかしたら筋が一本ピュッと通ってるのかもしれないんだけどごめんなさい僕ちょっとそこまで読めなかったなのでちょっと古典で見てみたい作家だなっていう感じは非常に強くしましたねはいえーでこれは何だっけなじゃあおあこれがあれか状況さんあこれは違うえっ、ー、とねごめんなさいね えーとね面白いのあったんですよね。あこれもあの人なのかこの人なのかえっ、ー、とね福原さんなのかなこれはいはいこれね面白かったです。福原翼さんっていうんですね。この人ねこれね <laughs> これ風景じゃないですか風景だけに見えるんだけど何があるかって言うとねここ見てここここ <laughs> ここねあ俺アップしてるかなあこれだいぶぶやけてるか,かるここ人がいるなよ。<laughs> ただだそそれだけうういう映像これ面白いと思ったらな俺こういうの好きなんですよね何 <laughs> か面白いですよね風景の中に人がビュンって立ってるみたいなお前はちょっと面白いですね、うん、ただこれリアルに立てた方がいいよねねっ本当の人を立てるみたいなのがいいと思うけどね、うん、アイデアとしては結構面白いと思った これ大里くんですね。大里純くん。大里くんはね、ずっとね、えー、もうあの知り合いなんですけどね。セルフィーくん、マクドナルドオーダーっていうね、えー、2つの作品ですかね。はい、えー。で、作ってるんですけど。まあまあ、こういう,せこう、これ iPad とかですよね。でかい。えっ、ー、と、あ、でかいっていうか、これは iPad じゃなかったかもしれないけど、えーとまあ、ディスプレイがいっぱい並んでるわけですね。こういうふうに。まあ、こう、セルフィーとか。あとね、これはね、マクドナルドの紙でね、マクドナルド紙っていうか、あのシートとか、そういうので、えー、作ってる。 なんか立体物を作るみたいなねそういう作品ですねこれね、うんまあ、なかなか面白いのかなと思うんですけどねはいえー、っとねあとね僕ねこれす実はすごいいいと思ったんだよね松井静香さんっていうんですねえー、っとウ、uh, uh, えーマンビヨンタサクレッサクレッバリアーかえっとね えーっと女人、女人って、ねえー、結界を越え立つと、これ女性がですね、あこれね、おすごいおもいいアイディアだと思います、えー、っと女性がですね富士、富士山の登山ですね、っていうのってね、解禁されたのが1872年で、まずここに僕び、ものすごいびっくりした、だけど、まあ、確かに聖なる山だから、あ,のー、あれですよね、えーっとす、お相撲の土俵とかと一緒ですよね。 あの女性が入れない土地だったのねびっくりしましたね。はい、で許されなかったんだけどその前にえっ、ー、とね異議を唱えたと1832年に異議を唱えた人物が女性を連れて富士を目指したとで、えー、とその女性の名前は高山達さんっていうんですね。でまあそういうことねでもちろんジェンダーの問題として扱ってるんだけどあのその、えー、とテキストっていうかねその人のテキスト ごめん、その人のテキストじゃないかもしれない。えー、他の人のテキストかもしれないけど、それを、まあ、あの字,幕で字幕っていうかね、出しながら、登らせていくっていう、えーっとねえー、本当は、ね、あの VR なんですよ。でごめんなさい、僕ね、VR すごい苦手でやってないんですよ、実は。あのまず1つ目に僕ね、ガネしてるでしょ。で、ガネしてるとね、VR すっごい変なんですよ。 あと僕ね、昔からね、あの 3D の、ね、映像みたいなのがすごく苦手で、このね、あのー、あんまりつけられないんですよね、ちょっと。で、あのー、実は僕、ゲームもほとんどしないっていうの、それ結構影響してる気がするんだけど、あの任天堂64、n i n 6 4にあ n t e 6 4っていうのが出た時に、あれでも僕、全然ダメだったのね、あの時点で。だから、な,なんか僕ね、 僕、3DCG ダメなのよね、もともと。で、ちょっとこう、あの映像でしか見てないんだけど、あの平面も、平面っていうかね、あのディスプレイの映像もあの,の出してくれてたんで、これやったんですけどね。あのあったって、そっちは見ました。これはねい、すごくいいと思いました、僕。はい。はい。で、えっ、ー、と、えっ、ー、と、あ、だから富士山のか、か富士山誘致活動ってすごいよね。<laughs> みんなで一緒に登ろうみたいな。これは、ね、すごくいいと思いましたね、僕。 これね、富士っていう切り口にしてるとかすごくいいと思います。ね、うん。これは僕なんかすごくいいと思いましたよ。で、結果的に、えー、っとあ、顧客獲得だって、マーケティング。マーケティングのために、えー、っと、女性禁止ですね。えー、女人禁止制は解かれたと。廃止されたと。これマーケティングだってわけですよ。これ非常に面白いですよ。つまりね、これ実は、経済、経済的、経済合理性ね。 あの資本主義によってですね資本主義って平等なんですよ極めて平等なんですこれ僕昔から思ってることなんだけどあの資本主義と民主主義って基本的にセットですよこれ僕は昔から思ってるこれでそれはねあのね,あのねお金ってお金って人を選んだら意味ないでしょねこれすごい重要なところなんですよお金はね俗人性から解放されるんですよあれ誰が使っても同じじゃないと お金は意味がないんです、ね、これはね完全になら,すならしちゃうってことはねこれ暴力なんですよやっぱりなんだけどそれによってですね女人禁制みたいなですねこの差別は実は救われる部分があるわけねこれすごいアイロニーだと思うのね僕でやっぱりねこのアイロニー僕ね抜け出してないと思いますよ実は実は抜け出してないと思うだから、あのー、しあの本当に資本主義を考えたら本当に民主主義を考えたらこの問題にぶち当たるはずですよ 両,両者の問題に必ずぶち当たりますはいで僕はこういうところが、あのー、出ているっていうところまで突き抜けてると思いましたねこの作品はただ表現がこれかどうかは分からないな僕ちょっとな、あのー、これも CG でやってるわけだけどそんなにねメディア映像化っていう研究家っていうところにこだわる必要ないんじゃないかなと思うんだよねだからその 再び、ね、それをこう追体験させるためのていうかね追体験系のメディアが追体験させるっていうのが多いのかもしれないでねさっきの笠島さんもそうですよね、あのー、そういう使い方が多いのかな僕メディアって別に必ずしも誰かの体験を追体験するために使うっていうものではないと思うので、えー、もうちょっとなんかこう別のものがこう出てくるっていうところにメディウムをうまく使えたら面白いのかなっていう感じがしました。 つまり、やっぱりね、こうバーチャルリアリティ、VR っていうけど、リアリティを別のものとして、えっ、ー、と,と、設定するっていうんじゃなくて、この場のリアリティに、えー、違うものを、違うリアリティを差し挟むっていうのが僕は面白いと思ってる。だから、僕、VR って、実は交代だと思ってるんですね、リアリティの。何かっていうとですね、あのそれこそね、iPhone、さっき話しましたけどね、 iPhone が出た時にね、一番初めにね、結構話題になったアプリケーションの一つにね、世界カメラっていうのあったの覚えてますかね世界カメラ。世界カメラって、こうやっていろんなところにですね、こうやってかざすとですね、えー、そのカメラがですね、えー、と全部あの、あれですね、えーと、GPS で認識してですね、カメラの中にですね、いろんなところにコメントですね。まあ、Google マップのコメントみたいなやつ。あれがですね、コメントを作れると、ポコポコポコっと、いろんな人のコメント、ここおいしいよとかさ、 そういうね、ログが残ってる。人たちの、人々のログが残ってる。足跡のログみたいなものが。っていうサービスがあった。で、あれ、オーグメンティッドリアリティって言われましたね。AR。僕は AR の方が重要だと思う。あの、というか AR の方がずっとエッジが効いてて、あれの方が新しいと思ってます。僕は。VR なんて簡単ですよ。迷走したら VR いけますから。いつだって簡単じゃないですか。ね。簡単なんだよ。 だけど、オーグメンティッドリアリティはプラスすることだから、あれは新しいと思いますよ。あれ新しい、えー。で、おそらく世界、だって VR でやってなんか意味あ,あるかね歩きながらさ、それこそさ、あのグーグルグラス、あのグラスみたいなものね、あれ、これ全然、あの、あの結局は実装されてないし、なかなか難しいんだと思う。あの実装は簡単、難しくないと思うんだけど、だけど、あの人 あんまり人が必要としないのかもしれないけど、オーグメンティドリアリティどういうふうに考えるかっていうことの方がずっと重要だと思う、僕はね。あの、そういうふうに思ってます。うん。なので、この、これをオーグメンティドリアリティみたいなものでできたら面白いのかなみたいな、AR でね。でできたら面白いのかなっていう気はするね。はいはいはいあせん。で、1964年の、4年の東京五輪に合わせてっていうところね富士山に道路が開通したんだ。これもね、素晴らしいね。だから、アイディア素晴らしいですよ、これ。 非常にいいと思います。非常にいい。ねうん、やっぱね、うまいんですよ。メディア映像ってうまいのよ。うん、僕、こういうの好きですよ。大好きです。名前ちゃんと覚えとこう。松井静香さんか。ね、こう、ね、字がちょっと変わってますけど、ね。松井静香さんね。はいはいはい、これね、あのさっきの福原翼さん。ねこれ これもね人がここにいるでしょうこれこれなんかいいよねこういうの好き好きですねこれはあこれねこれもまあねうん山岸さんっていうみたいですけどねまあこういうのでこうなんていうかなここにま CG 当てはめていくっていうことなんですねこういうふうにリュックとかにこうつけといてここにここに CG 当てはめていくっていうことですねだからこれあの緑のグリーンバックってあるじゃないですかあれと一緒の手法ですよね でやっってていくってことだけどねこれはちょっとね、表層的だと思うな、僕な。まあまあ、でもね、僕ね、学生だからあ、そうだ、学生だから、学生さんに僕言っときたいんだけど、僕の言うことなんか無視してやってくださいね。あの、もうおじさんですから。あの、僕ね、あ先に言っとこあのね、この辺で言うよ。僕ね、あのね、なんて言うかな、僕ね、 もうねあ,のー、大体ですねあ後から紹介しますけどね高橋千君がまが、あ、今年で終始卒業ですけどねで千君ちょっと今何歳か分かんないけど、あのー、大体これでね,僕,ねもう僕が、あのー、感覚的にです感覚的に直感的に身体的にね理解できるし身体的にバーンとこう全体で理解できるような作家っていうのは、ねもうねあのー、これで終わりです。 あのそういうい感じがしてます大体僕ね上10下10ぐらいこの,この間はあの、ね、身体的に理解できるんだよねだからあんまりさその作品が良くない作品とかでも「おみたいなバーンってきて「これいい!」みたいなであのいろんなことが言えるんですよ「これ多分こういうことなんじゃないの?」みたいなっていうふうに、あのー、理解できてた理解すごく整理した状態でね身体的な直感みたいなのが働いてたんだけど僕もう働かなくなってますね あのー、分からなくなってる僕はただあの僕ね若いあ僕ねほとんどそれそれだけと言ってもいいけど僕ね,あのね新しい作家みたいなのを見る目は異様にあると思うんですね僕、あのー、そういうところはあのすごくあ <laughs> それを僕自信あるだけなんだけどその見るっていうそ,それがね身体性がねちょっとね伴わなくなってる昔みたいな感じはもうしてますだから 何て言うかなそのこういうところがいいんじゃないみたいなことを論理的に言うことはできるんですよ頭で理解できるよもちろんなんだけどもうね直感みたいなので話すみたいなのはねちょっとかなり難しくなってるんですよ僕だからその僕が理解してるのはかなり論理的な部分だと思って聞いていただきたいと思いますね皆さんにはであのこれね同時にね自分への戒めでもあるけど僕同世代への戒めとして今言ってます だから、あのね、僕らの世代もね、あの学部生とかのことの本当の部分はもうわからないから、あんまり無駄なこと言わない方がいいと思う <laughs>。ね。あの僕はそう思う。ね。これ、いつもこれ撮ってるの忘れてた。はい、ね。だから、あのー、まあ、聞かないでいいよ。ね、自分の好きなことをやればいいと思いますよ。じゃないと後悔しますから。あのー、だと思うよね。 だし僕らはやっぱりなかなか売れなかった世代なのであの、ね、突き抜けたって売れてるやつが出なかった世代なんですよ。にあのすごく人が多かったっていうことはあるんだけどね。今でもアート続けてる人多いからあの多いんだけどもうあの,あのなんていうんですかねもう30代後半に入ってね我々。わかんなくなってるから僕ら。 いろいろちゃちゃチちゃャ言うんだけど <laughs> 僕も言うよ <laughs> 僕も言うけどあの見る目はなくなってるとは思うあのただ僕いいものは分かると思ってるあのこれがいいっていうのは僕は結構自信を持ってちゃんと紹介しますあの言いますただ悪いものに対して言えなくなってるっていうことねどっちかっていうとねあのこれ惜しいのになとかそういうことに対するアドバイスが こう確信をついてるのかどうかに自信がなくなったっていうことですね。でっていうか、多分つけてない。もうね。あのー、ということです。で、これはもう僕自身もそう思わなきゃいけないと思ってるしね。だから、あのー、適当に聞いてねっていうこと <laughs> が言いたかっただけですね。これもね、まあ、なかなか悪あ、これはまあプロジェクト系っていうかね、えー、っと、何さん,んです小関さんっていうんですかね。あ、小げ、え古賀さんです。失礼。古賀さんですね。古賀美穂の古賀っていう人ですね。 まあなんかこれなんかどこなんだろうねこれ海でねこういうなんか作業してるんですけどねちょっとこれ何の作業してるか分からなかったけどねまあ全体的にでもやっぱこうやって見るとレベル高いよねあ僕ねこれ面白いあなんかねえっ、ー、とねどれだったかなこれも結構面白いと思ったんだけどなんていう人の作品か分からなかったからなちょっと紹介はやめとこうあれどれだったかな これかこれだ。吉田さん、吉田信也さんこれ彼はね、なんかね、あの,あのなかなか尊敬を集めてるらしいですよ。これね、上がね、これなんか映像ちっちゃく見えるけど、かなりでかいプロジェクションですよ。で、これ下はね、あのねけ傷の跡なんだよ、ケロイドなんだけど、の跡なのはね、と、こう自然をね、こうね、ダブルでやるのね、ダブルで見せるの。 でこのやけどの話ね火事の話をこうしていくっていうねこれなかなかねあのなんていうか怖いよものすごく怖いだけど自然のねある種の、まあ、サブライムにあの到達したいんだろうなとは思ったただね、うん、まあ僕の趣味ではないんだよね実はねあのすごく上手な作家だなと思いましたね、うん、かなり上手 あのこあのグローバルになれる可能性高いですよね、彼はね。あ、これね、なんかね、ゲームの作品だったみたいで、これもまあ面白そうではあったけどね、オンラインゲームなんで、ねうん、まあいいか、まあゲームの作品なんかもありましたっていうことですね。はい、で、えっと、じゃあこれ、あれ、えー、はいはいはい。 でね、これね、えっ、ー、と、はい、来ました。シシクラんの作品ですね。シシクラ君の作品なんですけシ,シシクラのね、ゲームなんですね。ゲームっていうか、まあまあ、ゲームって言えばいいか。でね、どういう内容かっていうとね、シシクラくんって言います。あえなんかこれ、何俺撮ったんだろう。はい。なんかね、えっ、ー、とね、自己啓発系の、なんかあれなんですね。えっ、ー、と、ゲームなんですね。 でお悩み解決へと導けますよ、えー、サイバーリイン,ーリインカーネーションセミナーっていうねでここにですねレッスン12とかあってですねこれをですねタッチするんですねタッチでこっちにですねなんかあのこのなん,なんていうかなトク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 ってあの心拍数とか測るようなね指のこうピッとつけるんですねでなんかね心拍数とか測られて計測されてるんじゃないかってみんな思うらしい でも、当然そんなことはないわけね。で、な何かっていうと、ここのポチってあるから分かるんだけど、あまあ、これ電気通してるんですね。体の中に電気を通して、こうやってピッピッってやってるだけなんだけど、あのその、なんていうかな、あのガジェットっていうかな、それもなかなかいいと思いましたね。はい。あ、こういうことですね、こういうことです。でね、僕ね、電気が通りにくい体質で、なかなかね、通りにくかったんだけど。 はい、あこれ一番最後かなコングラチ t u l a t i おめでとうございます無事にあなたの意識無意識は Q データとしてサルベージされる仮想身体の一つと一つになりましたしかし仮想身体に Q データを完全に定着させるためには仮想身体に注入された Q データと今画面の前に座っているあなたの身体のつながりを切断する必要がありますそのために、えー、今回はあな,たあ,あなたのために特別製の HP ゲージをご用意いたしました 仮想身体のスーサイドアタック、えー、自殺攻撃スーサイドアタックをあなた自身が受けることでこの HP ゲージは減っていくよ,いくよとでそしてゲージがゼロになった時エキューデータはあなたという空っぽの器から解放されまたく新たな生を受けるのですさあ共に輝く未来へレッツ転生 <laughs>、ね、転生しましょうとこういうことなんですねはいで えとまあ、なんか人を選んだりしてですねああごめんごめん、えー、これで終わりなのか俺あーゲームの中はあんまり撮ってないんだな僕えー、っとまあなんか攻撃したりしながらですね転生していくっていうねそういうゲームで自分とその仮想身体というものを一回つなげるんだけどつなげて精神をそこに、えー、っと投げちゃうわけねで,でも自分はその自分と向こうの精神が同期した,しただけなんですよそれじゃダメじゃん だから、同期を切るわけ、ね。そうすると、自分の精神のね、変、え、な、ーね、なんていうかな、その、まあ、カルマみたいなものが、カルマってなんて言えばいいの運,運命って言えばいいのかなえー、っと、運命みたいなものが切り離されて、こっちは完全に新しく転生できるっていうことなので、そういうゲームとして、えー、作ってるっていうことですね。で、それを、あ一つの自己啓発のような、まあ、自己啓発批判だけどね、として、 作、えー、作っているってていいるう作品ですね、はい、これね、あのー、すごくいいと思いますよ。あのー、僕、僕、あのー、えー、っとね、だから、ザ・フィフス・フロアがあるところ、花園アレイっていう建物の中に、彼、まあ、何人かでアトリエを一緒に持っていて、その時に見てたんだけど、すごく良くなってましたね。でね、なんかね、あのー、えー、っとね、あれちょっと待ってね。なんかね、あ、これこれこれ。獅子倉忍ってこれ、名前見せようか。 小いです、ね、しのぶってこういう字書くんですけどね。で、はい。これね、これなんか、えっ、ー、とね、これ面白い、これ石みたいなのにこうやってこう書いてあるわけね、なんか数学的なやつが。でもなんかすげえしょぼいことしか書いてないんですよ、これなんか。めちゃくちゃスーサイドアタックとか言ってね。これすごいこれしょぼい、なんかすごそうなんだけど、めっちゃしょぼいことしか書いてないのね。これなんかね、なんかいいなーと思いましたよね。 うん、でこれねあのねこんな石みたいこ,これ石みたいじゃないですかこんなことできるのって聞いたらねあのこれできるんですよって言ってへえっつってねこれねなんかねスプレーってことかでねあの吹きつけたらできるんですよって,っつってそれねそのスプレーの名前がねまるで石スプレーとかっていうやつなんだよ <laughs> それめちゃくちゃいいなと思ったね僕ね,ね完全に嘘なんだよねそういうの僕いいなと好きだななんて思ったりしましたっていう話ですねはい えーまあそんなところで、えっ、ー、と、一旦こっちに戻しまして、はい。えー、まあそんな感じでした。メディア映像化。やっぱりね、なかなか、なんていうかな、上手なんですよね。みんなね。うん。上手なんだけど、なんかこう、ちょっと、ちょっとこう、なんていうかな、間、ま、抜けっちゅうかね、アホっちゅうかね。なんかやっぱそういうのが僕ね、好きですね。基本的にね。まあそれは僕、好みに過ぎないわけですけれどもね。はいはい。じゃあそのまま早くも僕、トイレに行きたくなってきましたね。コーヒー飲みすぎたかな。 えー、だけどね、ちょっとね、えー、そのまま、芸大の、えー、っと、えー、ゆ、まあ、ゆがだけじゃないけど、えー、っと、なんていうかな芸、東京芸大のあのキャンパスの方と、えー、上野ですね、上野と、あと東京都美術館でやってた展示です。はい。で、まずですね、僕、そんなに今回写真撮らなかったんですよ、もう。あの、写真撮って回ってた。今回ね、あれでしょう、時間が決まってたんですよね。あの、感染症の関係でね。 だから、あんまり時間が取れなかったっていうのもあるんだけど、いろいろね、回りたいから。えー、っと、まあ、そんなに写真撮らなかったんですよ、僕。あの、写真、もう、だから、なんていうかな、その、あんまり言うのやめようと思ってたんだけど、まあ、でも、せっかくだから、今、放送してます。はい。でね、えっとね、これ、すごいよかった。あのね、木、えー、っと、ごめんなさいね。名前見ますね。えー、っと、紀藤くんか。紀藤亮太さんっていう方なんですけどね。えっとね、こっちから見た方がいいかな。 あのねこれねパッと見てねまずねおっと思ったんですよねこれ彫刻家なんですけどね学部,生学部です学部でもう卒業するみたいだけど学部でえっとねこういうふうになってるんでねここのね真ん中のこの四角いやつ何かっていうとねかなりの数ですけどね7個ぐらいかな5から7個ぐらいね四向性スピーカーが動いてあるんですよだから外から音聞こえないわけねだけどそこの四角いのこういうふうに切ってあるでしょこれこの中では音聞こえるようになってるのねで ただのノイズななんででってノイズなのでノイイズズのがここのですねレコードですねレコードでノイズがあるだけなんですよ。これなんだろうなと思ったんですけど、なんかねもう異様にリアリティがあるんですよ。でこれ何かなと思ってねテキスト読んでみたらね、あのね,、えー、とね個人的事情からって書いてあるからあんまりよくわかんないんだけどね、えー、とね人よりも2倍の人生を 過ごしたとでどうやら学費とか生活費とか自分で、えー、と稼がなきゃいけなかったみたいで、えー、と夜、えー、とバイト行って朝までバイトしてそのまま学校に行くとで、えー、とそれをずっと繰り返してたということなんですよ働、まあ、かなり過激に働いてたんだと思うのねで、えー、とついに、えーとまあ、ずっと同じような毎日を過ごしてきたっていうこと書いてあるのねで2020年8月21日僕は生まれて1万日目を迎えると。 迎えたとで1万日を迎えるまでの1ヶ月ねだからえー、っと1ヶ月だからどうなるの、えーえー、9,0009960、えー、あ9970日目から1万日目までをの31日分を音を圧縮しっていかってどうやって音を取ったのか分かんないんだけど音を圧縮して削り重ね紡いだ作品だねだからその31日圧縮した音なわけ。 がレコードにななっててるるののねそれをかけてるだけだこれはね、あなんか異様なリアリティがありましてよ。あのー、これは僕すごくいい作品だと思った。やっぱ人生かかってるとすごいね。<laughs> あのー、やっぱそういうのって分かるもんだなぁと思いましたね。ものすごい圧力あるんですよ、これ。パッともう聞いた時点でね。これすごいなと思いました。あのー その紀藤さんがどういう作品を今後作られていくのかちょっとねまあこの作品だけでは分からないけれどもでもこの作品は少なくとも素晴らしい作品だったと思う僕ははいあのこれこそがなんていうかな本当に人生を紡いでいくじあのなんていうかなあのうんあのなんかソフィーカルとかね <laughs> まあそういう感じのその自分の生活をこう 作品にしていくっていうねそういう系統の作品っていうのはあるわけだけどその中でもあの非常に質の高い作品だと思いましたね僕これすごくいいと思いますねはい次ですねで芸大美術館の方なんですけど芸大美術館ねまああのえっ、ー、とねこれね留学生やっぱ面白いですねどちらも中学の留学生なんじゃないかと思うんでこれなんかねポップコーンをねポップコーンにまみれてね でここにですね多分本人ですねがいてこれ本人の顔をですねキャラクターにしたようなものをいっぱい作ってるわけねでこうやってポップコーンにまみれたりとかなんかすごい変なねあの踊りとかしたりするのポプチャチュクリンウーウーチュークリーンかなあチュクリンゴ失礼 っていう、えー、方ですねこれ <laughs> 自分でなんかこれなんかポチャッとした体験なんですけどねそれでなんか踊りながらやる踊ただ踊ってるだけなんだけどそういう作品これなかなか良かったですよこれもね僕ねちょっとねコンセプトのね細かいところまでわかなかったの何か面白いなと思いましたでこれがね何だったかなえっとねえっとねこれた確かバーチャルなんじゃなかったっけな あ、やべえこれもえーっとねえーっとね架空のキャラクターだって書いてあるねアーティスト自,自身がネット空間の中で演じる架空のキャラクターだえーっとね没入型芸反過不調性やフェミニズムをメインテーマとしながらも作家自身の妄想の具現化を目指しだからなんかね これだから妄想、だから僕、これ妄想っていうところはすごいいいんだろうな僕は、なんか惹かれる部分なんでしょうね。えっ、ー、とね、シューメンさん。リ・ロンディ・ロディ・ロディ・リン。ああ、だからこれ人の名前なんだろうな。ということでしょうね。うん。この架格のキャラクターの名前なんだと思うんだよね。これ、まあ、なかなか面白いなと思いましたよ。うん。アイデアとしていいと思いましたね。はいはいはい。 で、これ、高橋千空なんですね。で、ただ千空については、これね、えっ、ー、とあ、リーサイ・ギャラリーの時に、まあ、あのー、見ている作品の、うーん、えっ、ー、と、なんていうかな、違うバージョンみたいな感じですね。で、これもすっごいでかい部屋なんだけど、これなんかね、あ,のあれが入ってましたね。彫刻刀なんか、新しくしたみたいね。新しくっていうか、あの、建て替えてないですよ。建て替えてないですけど、中すっごい綺麗になってたんだけど、コンクリートがめっちゃ綺麗になってるんだね、これ、下のね。 で、ここに作品がありますね。まあ、まあ全体が作品なんだけどね、もちろん。えー、ここに作品があって、えっ、ー、と、雨が溶けたやつですよね。えー、ここね。えー、小さい頃は神様がいてという作品ですね、これね。あ、出てきちゃった、これ。あれこれどうやったら消えるんだっけ俺どうやって消してたんだっけああ、思い出した。こうやったら消えるんだ。で、えー、っと、はいはい。で、えー、っと、ここに。 あるわけですね、うん、まあまあそういう作品ねあちょっとこう上とのレールとかもね、まあ、まあ結構凝ってるんですよでこっからですね音が出てるんですねでその雨っていうのは笛なんですよね笛笛で笛をですね10分間だったか15分間だったかふって吹き続け続けるで、えー、だんだん雨解けてくるから笛の形の雨ねでだんだん音が鳴らなくなるっていうそういう作品なんですね はいはいえー、まあちょっとね、これね、リーサイ・ギャラリーの、えー、とおーグループ展を紹介してますんで、まあ、そちらで、えー、またご覧になっていただければと思いますね。でこれね、な,まあ、なかなか面白かったですよ。えっ、ー、とね、彫刻、石鹸で彫刻作るんですね。石鹸で彫刻作りまして、それでこう、ビビビビーってこう体を洗うっていう、そういう映像作品とのセットの作品ですね。あれ、はい、で、これ、洗った後のこの。 えー、石鹸ですね。ここが置いてあるっていう作品なんですね。はい。で、これはまあ彫刻ですね。こういうもので体洗ったんだよっていうことですね。はい。これはね、まあ面白いです。なかなか面白い。ただ、そのね、えっ、ー、とね、まあなくなってしまうようなメディウム、えー、を使ってですね、彫刻を作って、えー、っていう作品はですね、かなりたくさんありまして、実は。まあ思いつくんですよね。やっぱり石とか木とかですね、比較的残りやすいですね。まあまあ石だな。一番強いのは。 えっていう、えー、メディウムを作ってっていうところが彫刻、あ、金属ね、あと。で、えー、っていうのが彫刻のまあ王道なわけですけど、そうじゃなくて弱いメディウムで作るっていうのはですね、結構あるんですよ。それも、石鹸で作るっていうのはかなりあります。えー、ので、そことの異っていうのをどうやって作るかっていうとこ,ところはですね、実はかなり難しい。ので、えーと、そこはですね、かなりコンセプトで押し切る必要があるんですよ。これはね、体力いりますよ。 あのー、グローバルに戦っていかなきゃいけないので、えー、ここはねなかなか難しいところじゃないかなと思っただから、えー、とーその点について考えると良くなるかもしれないただかなり茨の道ですだと思う、うん、まあそういう感じですねあの <laughs> 年上の意見から言えばね勝手に言ってるだけよはいえっ、ー、と秦野さんですね秦野さん秦野さん よよ、ね、よくいいいい作品でですす面白いと思いますよでね僕が一等賞あげたのがこれね。僕が花草賞っていうのをあげたのはこの作品。これはね、めっちゃおもろい。<laughs> これは僕は相当面白いと思う。これ自信を持ってすあのおすすめするしあの、彼は僕は見ていきたいね。すごい面白いと思う。えー、っとね、タイトルなんていうタイトルだったかな。えんと。 なんったな,なんだか新天道説なんだ英語のタイトルないのか。新天道説あえっ、ー、と、えこれなんていうのなんて読むのこれプトロ、えー、プトレマティック。あえプトレマイックっていうのプトレマイアス調のこれプトレマイックなのかなプトレマイックセオリーだけど、これちょっと僕、天道説ってな,なんていうか、英語でなんていうか知らなかったけど、えっ、ー、と、新天道説ね。新天道説。 っていう作品なんで、すよこれであこれから見ない方がいいかな。これね、こういうのね、俺、展示とかもね、すごくいいと思うよ。あのー、こう、真ん中、こう、絨毯があるわけね。で、なんかちょっと高級なさ、地球儀みたいなのが置いてあるわけ。でも、これ普通真ん中であるんだけど、そこからこう、ぺってずれてるわけね。で、向こうにコンセプトシートがですね、これガラスにプリントしてあるんだけど、コンセプトシートが向こうに透けて見えてるわけね。ね。これ、すごく、この時点でもうね、あの、かなりね、いい。 あのまずインスタレーションというかの,この見せ方がであの何て言うかな不要なものがないんだよね。これいいですよ。はいはい。ねこういう風になってるんですね。こうちょっとずれてるので,で。これもね、どうやって作ったの自分で作ったのかなあの実は今日ちょ紹介してるのは、えー、とほとんど彫刻家なんですよ。僕ね、彫刻家がいいと思ってるのね。あのちょっと前から。で あのそれは何でかもね、僕ちょっとよくわかんないんだけど、彫刻はなんかいいんですよ。なんかね、リアリティかがなんかね、いいんだと思うあの。なんか触るでしょ。だから、僕はその触覚っていうことをね、あの触覚の美学っていうこと書いたことあるけど、あのやっぱり、ね、触覚性の時代なんじゃないかなっていう感じがするのね。その時に、あの彫刻家はね、すごくねあの、今こう、なんていうかな、あのプライオリ、あ、な,なんていうのうん、な、あの、なんていうのかな、ちょ,ちょっとこう、 あのー、強いんだと思うね。強いんだと思うね。そういうことにね。はい。ということですね。で、これ、斜めになってるディスプレイが、これが回ってるのね。くるくる回ってるのね。地球がね。はいはいはい。という。で、ここに一応コンセプトの映像があります。コンセプトの映像。しん板垣龍馬さん、ね。板垣大輔と。 ね坂本龍馬が一緒になったって感じですかね。<laughs> いい名前ですよね。はい、ででこういうまあコンセプトですね。「仮想の大地の中心」がそこにあったのだ。でねこれね千、えー、と瀬、ね、がそこに、ね、あったのねただね僕ねちょっと本人に直接話を聞いてないからわからないんだけどその細かいコンセプトがね これを見ただけじゃはっきりとはわかんないんだけど、あの一番初めはね、あのスマートフォンなんですよ。スマートフォンのこう映像がこう近くにあってね、そこからね、ブイーンって上がっていくの。まあ,あ、あれでしょうね、あれで撮った、あのあ,あれ何て言うんだっけ、あの、<laughs> もう名前,名前すぐ出てこなくなるけど、あの、あれね、あのプルプルプルってあの飛行機みたいなやつね、であれで撮ったんだと思うんだけど、あのプーンって上がっていくのよ。ね そういう作品なんだけど、多分そこにまだからあコンセプトあるはずなんですよね。の元はね。あ、うん、あ、そうそうそう。だからここにほら、ここにスマホがあるじゃん。一番真ん中に。で、スマホの中に別の、その、天動説があるっていうアイディアなんだと思うんだよね。うん。あなんかまあいろいろ書いてあるよね。だから、うん。これまあこれ、東京タワーかな。 うん、まあまあそういう感じなんでねでこれはなんかね面白いと思ったなんかねこのぶち上げてるかこ,これもこれもよくわかんないんだけどこうやって真ん中にこれ鉄板なんですよ鉄板に、えー、っと地球が印刷してあってその真ん中がこう溶接みたいな感じでね溶接じゃないんだけどねくっつけたわけじゃなくてむしろ切ってるんだけど溶接のあれで溶接のねあのバーってあの火のやつでねあれで切ってるんだと思うんだけどねまあそういう先にですねはい マクロコスミカっていうまあまあいろいろそれぞれのものに名前がついてるんですねあこれはあれだね八木くんなんだけど八木、まあ、くんはまあなかなか面白いのかなと思ったけどね八木、まあ、くんはもうデザイン科なのであのまたそういうあの何ていうかなデザインの方でいきますよねラストデュエルリストデュエルリスト これなんかちょっと特殊なあれでやってたから特殊なあの説明がねあのアルミ板みたいなのでやってるからちょっとこれうまくとあの取れないんだけどこれタイポグラフィーについて書いてましたねはいはいはいまあまあそういうことです、はい、ということでまあね花草大賞花草何だっけ花さ大賞でいいんだっけ <laughs> 自分で賞をつけても忘れちゃった花草大賞は板垣龍馬さんねええです、ね、あのー、まあいい作品見れましたよなかなかね、うん、面白かったです ただまあ何度も言いますけどね、もうあの僕の意見なんて全然聞かないで頑張ってください。はい。ただ僕のちょっとね、好きなものっていうか気になったものを紹介させていただきました。ね。えー、という感じですかね。はい。えー、以上になります。ということで、えっと、東京芸術大学のね、メディア映像科と、え東京芸術大学キャンパス及び東京都美術館で開催されておりました、え2021年度ですかね。え2021年の卒業終了制作展と。 ということで、紹介いたしました。はい、えー。ということでね、皆さんね、いいねとチャンネル登録ね、ぜひよろしくお願いいたしますね。はい。えー、っとね、ということで、いかがですかね、皆さん。えー